アイドルグループ電波組インクのカノメリン27が23日都内で行われた映画ドラレコレー完成披露試写会に出席した。ホラー映画出演を振り返り、ファン減るかなと不安を漏らした。劇中では叫ぶシーンが多かったカノメはジェットコースターやお化け屋敷でしか叫ぶことがなくて、練習も家でやると通報されてしまうのでと練習場所の悩みを話しつつ、本気で叫ぶのは現場で本番になってしまって、映画って同じシーンを違う角度で撮るので喉がやられそうでしたと明かした。